皆さんこんにちは、ツコミゴードです。ツコミクッキングツコッキングへようこそ。皆さん隔離の生活頑張ってますか？外出ちゃダメだよ。で、俺もね、あんまり外に出ないようにしていて、家で今日は料理楽しめたいと思うんですけど、今日はなんとチョコマカデミアを作ってみたいと思います。で、なぜチョコマカデミアかっていうと、最近もう毎日めっちゃ走ってるし、カロリーの消化が激しいのために、カロリーを気にしてできるだけもうたくさん食べようとしてる中で、カロリー高いもの調べてみたら、オリーブオイルとマカデミアナッツが一番出てきて、マカデミアナッツ 100g ぐらいで、 100g だけで850カロリーとか含まれてるんで、体作りにはいいと思います。見てる方は多分みんな痩せたい人もいると思うんですけど、今日これはね、太らせる美味しい料理なんです。よろしくお願いします。必要なものはマカデミアチョコだから、マカデミアとチョコがですね、簡単ですね。で、このワインは、喉乾く時の、料理の最中に喉乾いたら赤ワイン用意しておいてください。で、皆さんこれ近くのスーパーで安く買ったチョコレート、これ安くて美味しい。で、これカロリー取るために大量にネットアマゾンで買ったマカデミアナッツ、これです。で、これ一回、食材はそれだけで、あとは鍋2つぐらいが必要かな。俺鍋2つ持ってないから、フライパンと鍋使うね、今日は。で、前作った時はさ、マカデミアナッツちょっと大きかったから、ちょっと食べにくいというところあったんで、潰します。先に鍋やね、フライパンじゃないね、勉強になったか。マカデミアナッツをここに入れて潰す。で、これマッシュポテトのクッキングやろうぜ。これマッシュポテトを作るときにのためにか。めちゃくちゃすぎるだよな、俺の日本語。遊戯とかが学校まだ始まってないから、下手のは今まだ許されると時ね、まだ許せ、もうまだ許して。で、マカデミアナッツをここに入れます。こんなでかいやつ入ってるから、これチョコに囲まれてちょっと食べにくいから、もうちょっと小さくなるまで潰していきたいと思います。で、これを使ってうん、潰せるかな。よいしょ、これやろう。この生意気なマカデミアナッツ、ちょっとだけでいい。もうなんか粉になるまでしなくてもいいと思うけど。で、まだこれぐらい大きいのも入ってるけど、だいたい小さくなった。ね、前作った時めっちゃでかいのが入ってたからちょっと食べづらかった。次、皆さん、で、このフライパンにチョコレートを入れてみます。で、どれぐらい作るか、どれぐらいのチョコレートの量とマカデミアナッツの量はさ、みんなそれぞれで好きに決めてください。チョコの板入れます。チョコ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 チュチュチョコチョコ。次、ウィリー・ウォンカのあれ入ってるかなと思ったら、こんな感じにチョコ入れて
で、その上にマカデミアナッツを乗せます。まあ、チョコ溶かすだけなんだけど、あとは溶かすなだけね、溶かすだけなんだけど、チョコレートはめっちゃすぐに焦げる。もう自転車のようにめっちゃ焦げやすいから、あのフライパンに、まあ本当はね、でかい鍋ともっと小さい鍋でやるんだけど、俺うちはそれ なくて、フライパンにお湯を入れて、で、その上にお鍋、お鍋を入れます。で、なぜこれは焦げないかっていうと、お水は100度超えられないから。あ、焦げないです。で、火をつけて溶かしていきます。この辺。こんな感じに。溶けてます。チョコ全部入れちゃっても大丈夫か。もうこれ全部入れる、全部入れちゃうよ。ほうほう、美味しそう。あれだよ、チョコレートフォンデュみたいななってきたんだけど、多分このままでも食べても美味しいよね。まあこんな感じにチョコは全部溶けました。もうチョコレート本当に溶かすだけ、30分か1時間置いといて、それから冷蔵庫に入れて固くなるまで待つ。で、固くなったらもう完成なんだけど、たまにさ、前作った時になかなかこの鍋から取り出せなかったから、その時1回だけ下に一瞬なんか10秒だけ火をつけて、下のチョコレートだけ一瞬溶かして、で裏返して皿にのせた。で、そのまままた冷蔵庫に入れたら結構いい感じにできたから、簡単でしょみんな、この高カロリーチョコマカデミアナッツ。どうも皆さん、今日のツクッキングはこんな感じですよ。ぜひ作ってみてください。あのね、みんなずっと家に行って暇してると思うんで、いろんな料理に挑戦していきましょう。それじゃあみんな、またライブ配信で会いましょう。じゃあねー。これでちょっとだけ火を当てて、あの鍋から取り出せました。まあこんな感じのカロリーの塊になる。こんな感じに、うまっ、でかいもん入ってたね。